ロマーの方、シティが古橋狙う理由ぶっちゃける、単なる噂ではなかったようだ。マンチェスターシティが、セルティックのエースである古橋強吾の獲得に関心を持っているというニュースで、英国は騒然となっている。ファブリツィオ・ロマーの記者も、8月21日、自身の公式 X に次のように投稿した。マンチェスターシティは、ウィングのポジションの候補の一人として、セルティックから強吾古橋の獲得を検討している。最初の競技が今週行われた信用性のあるメディアである、ザ・アスレティックのサムリー記者は、シティの当面の焦点は、バルセロナから復帰濃厚のイルカイ・ギュンドアンの加入を確定させることであり、その後、ストライカーを購入するかどうかの最終決定を下すことになる。強豪とも一人の選手が最終候補に残ったとポストしている。スカイ・スポーツ、セルティックの古橋がクリアン・アルバレスの公認候補にと報じており、未確定ではあるが獲得候補として検討されているのは間違いないようだ。すごい話だなぁ、シティとは。ぜひ実現してほしいな。ハーランドの控え、通のがハードル高すぎてな。年齢考えたら、スタメン張り続けるよりいい。マンシーなら、セルティック出すんじゃないかと思ってしまう。セルティックのエースが、プレミアのチャンピオンのマンシーに引き抜かれるのは、セルティックの名誉を傷つけないから。シティは素晴らしいが、ウィングの古橋となると、少し心配です。どのような起用方法での獲得を検討しているのかわかりようがない。ペップが、何も考えずに獲得するとは思わないから、何か策があってのことだろうけど、選ばれて当然、どのオプションにするか、いつの場面に出すか。って選手だと思う。間違いなく、最初は適応に苦しむけど、その中でチャンスを勝ち取れれば、試合に出る機会は得るかもしれないからな。控え前提なのは辛いが、控えがいないとサッカーにならない。世界最高のメガクラブといえど、それは例外ではない。セルティックでも幸せそうだし、大事にもされている。エースとしての実績も申し分ない。今やるべきことは、ギャンブルでも何でもいいから勝負に出ることだと思います。ウィング古橋が機能するかな。肩の怪我も不安材料だし。いや本当なら、ユーネクスト加入した甲斐があるから嬉しいのだけど。これが本当に決まるなら、同じ日本人としてこれほど嬉しいことはない。プレミアがさらに胸アツになるよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。